はい、今到着しました、スワウキさんからサンプル提供いただきました、280ルーメンですね。まあ明るさはそれほどではないんですけど、LED 懐中電灯。 おまあ、防災には役に立つ IP66 防水規格ですね、えー。シートベルトカッターと安全ハンマーを内蔵してますので、えー、車に常備しておくと非常に便利な商品で、なおかつ USB の充電式となっております。また、1万 mAh のモバイルバッテリーとしても使える 4A、スワオキの 4A のおー まあ、LED 懐中電灯多機能をご紹介したいと思います。なんと聞いて驚くお値段がですよ。想像を絶するお安さ1600円というふうになっております。えー、気になる方は URL 貼っときますんでそちらからぜひ、えー、購入してみてはいかがでしょうか。 えー、星は、アマゾンで星4つという風になっております。早速開封レビューです。はい、見ていきたいと思います。開けますね。こんな箱に入ってきます。ちゃんとしたこんな箱に入ってきますね。箱をちょっと閉じますね。諏訪沖さんの箱を閉じまして、こうですね。はい。で、中身見たいと思います。こうです。えー、こうですね。 これが全体的なものです、はいえー、この部分は、はい、こんな感じで普通のライトの感じですね。はいえー、ここが細長いです、はい。グリップ性はいいです。細いんで丸くないんでグリップ性は非常にいい。で、この部分がガラスを割るです、ねえー、安全ハンマーがついております。非常に、はいえー、鋭い。えー 山がでありますこれ、えー、通常はねこれで覆っとけますゴムラバーのーキャップがついております、えー、これがベルトカッターですねベルトカッターがここにありますシートベルトをカットする時のカッターがーついておりますねはいこんな感じですちょっと赤くしますシートベルトカッターがーついております緊急時にね えー、これね、ダッシュボードとかに入れておけば、いざね、えー、ベルトを切るときとか、ガラスを割るときには非常に役に立つものですね。はいなおかつね、これのすごいところをお見せします。えー、前の前面のキャップの部分を開けます。はいこういう風に取れて、この部分がはい、えー、充電端子。 とモババイルバッテリーになっております USB のポートが1個ワンポートついております。1万ミリアンペアのモバイルバッテリーなおかつ IP の66防水規格で1600円ですよ。えー、通常1万ミリアンペアのモバイルバッテリー買うだけでも1600円では来ないんじゃないでしょうか。そういったわけでこういったモバイルバッテリーにもなる諏訪沖さんのはい 非常時に,非常に役立つね、えー、懐中電灯です、えー、充電式ですよ USB で充電して光るといったものですちょっとライト長押しで点灯ですね明るさのモードも変わります明るさ SOS 信号も出ます長押しでまた消えますボタンの長押しで、えー、消灯というふうになりますつくときはこんな感じですね長押しでつきます もう一回押すともっと明るくなります。はい。3段階明るさが変わって、なおかつ SAOS 信号が出るといったものです。はい。これで SOS 信号も出ると。1回押すごとに切り替わります。こんな感じですね。はい。かなり明るいですよ。えー、280ルーメンです。 はい、えー、これで長押しで消えます。長押し。はい、消えました。こういった感じで、諏訪沖さんの非常用のね、えー、こちら、安全ハンマーとシートベルトカッターが付いたあモバイルバッテリーにもなる1万 mA、ah、なおかつ LED の。 ライトですね、えー、懐中電灯にもなる高照度280ルーメンのこの防水ですよ、のスワオキさんの作りが非常にいいのが1600円でくるんですよえ。これはお買い得だと思います。お買い得商品、スワオキさんの、えー、4 w a イ仕様の高照度防水 LED 懐中電灯280ルーメン。 のご紹介でした。こちらストラップもついております。こちらハンマー用のキャップも、ゴムキャップもついてます。こんな感じで、えー、スワオキさんの商品です。気になる方は、L あ、URL 貼っときますんで、見てください。これはお買い得商品です。では、またです。さよなら。